Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda says he is making the revitalization of Fukushima his top priority. The nuclear accident contaminated parts of the prefecture and devastated its economy. Noda released a new plan aimed at turning things around. Prime Minister Yoshihiko Noda says fixing the problems in Fukushima is his number one national policy. His cabinet approved a plan to revitalize the prefecture.The plan addresses the mounds of toxic topsoil that are piling up because of the cleanup effort. The impact of radioactive material on public health is one of the major concerns in Fukushima. Noda is promising to subsidize thyroid tests for children to check for signs or symptoms of exposure. 森君。噂は本当でした。復興予算は見せ金である。新聞にいいことがなる。大きな予算額が乗る。被災地以外の国民は、ああ、被災地では復興が進んでいると思わせる。ところが、いざとなると財務省が召し上げる。復興予算も執行率がゼロ。復興予算の残ったお金も1兆円あるのに、どうして残り1000億円の立地補助金が増額できないで、補助率の減額なんかするんですか。全く信じられませんが、総理、次の質問に行きましょう。先ほど言ったアメリカの利息地で、これから検証すると総理おっしゃった。ところが、総理が就任した9月28日に、私が質問してるんです、総理。これ以上、福島県民に情報を隠さないでください。正しい情報を調べてください。総理は検証しますと答弁しましたね。野田総理大臣。ちょっと答弁内容までは正確に覚えておりません。森さん。昨日私、総理のお部屋の方にレクに来ていただいて、こういうこと言われると思ったからツイッターにもすぐ写真載せて出しましたよ。覚えてませんとか、そんなことを総理に言わせないでください。9月28日の予算委員会で、総理にこの被爆の汚染情報のことについて質問して、総理が検証しますと言ってるんです。総理、覚えてないぐらいだから、検証してないんですね。検証しましたか、してませんか、答えてください。野田総理大臣。ちょっと予算委員会での、議事録はちょっと確認できておりませんけれども、文科省が実施しているモニタリングについて、基本的に実施したものは速やかに公開をするように指示をさせていただいております。森君。委員長、文科省のモニタリングだけではございません。私はスピーディーのことがあったから、これ以上何も隠してませんねという質問収書も出しています。それに対しては無回答。そして、総理に予算委員会で、9月と11月に2回も質問をしているんです。総理は1回目に、いずれにしてもあらゆる形の検証をしなければならないということを思いましたと述べてます。そして2回目に、それを受けてどんな検証をしたんですかということについて、無回答で枝野さんが出てきて違う答弁をしていると。こういうことなんですよ。総理、検証してないんですね。それで先ほど今から検証して。何をやってたんですか ?9 月から7月まで10ヶ月間。この、間に検証してればですよ、今日資料に出しておりますように、鈴木寛、当時の文科副大臣のところにまで、アメリカの実測値の情報が上がっていた。8時間いれば、図を出してください。8時間いれば、年間の被爆量を受ける場所にですね、飯舘村も双葉町も浪江町も置かせられていたんです。このことは当時のことですが、私が9月に、総理に質問して検証すると言ったときに、すぐ検証できていれば、このときに被爆した子どもたちは、ここに人型があります。250人の子どもたち。大人も合わせて700人。すぐに健康診断ができたじゃないですか。未だに健康診断が遅れている。ホールボディカウンターさえ、福島県民全部受けておりません。甲状腺検査も遅々として進まない。どうして、その検証をしなかったんですか。野田総理、あなたの責任じゃないですか。野田総理大臣。先ほどの答弁でも申し上げたと思います。その質疑者変わりましたけれども、残念ながらなぜそうだったのかということの特定はまだできていないということでございます。森君。森君。
た今のダメだよ。ノリあんた今の答弁は。手挙げてるじゃん。いや、ちょっと今の答弁ちょっと広げて。いいよ。今これまでは何を言ってんだよ。質問聞いてないのか、本当に。今の話、今の答弁いろいろな話、鼻くくったような話だから。国会で適当に答弁しといて何もやってないってことなんだよ。いいのか、それは。いい？もう一回、いいですか。野田総理大臣。検証については、現在政府事故調の中でもご検討いただいておりますので、それを踏まえて対応したいというふうに思います。森君。双葉町長、今の総理の答弁を聞いてどう思われますか。井戸川参考人。大変厳しいご質問だと思っています。私は事故前から東京電力あるいは原子力安全保安員の方には事故は起こしてくれるなというお願いをしてまいりました。なぜならば放射能まみれに町民をしたくなかったからであります。しかし実際にさせてしまいました。3月12日のあの1号炉の爆発の時に大勢の町民がまだおりました。本当に空から爆発物がゴミが降ってくる瞬間にこれで終わりだかなと思いました。警察官も自衛隊員も病院職員も私どもの職員も大勢おりました。みんな一瞬声が止まりました。あれほど言ってたのになぜ起こしたんだという思いで憤りでいっぱいであります。被爆については私は非常に厳しいことを世論で言わせていただいております。広島長崎の規模と比べて安全だ安心だと言われますが、決してそういう思いを私は持っていません。受けなくてもいい被爆をしたこの気持ちが受けない方にどうして分かっていただけるだろう。そういう思いであの12日はほぼ町民が避難終わったなという時に私も一緒に避難をしました。あとまだ残っていたのも知らずに避難しました。この方の中には髪の毛が抜けたよっていう涙ながらに言ってられました。ああ申し訳なかったなと本当に今でもそういう気持ちであります。従いまして私どもは原発を誘致したのは事故を約束したものではありません。いろいろ最近の情報で事故を予防できる時間もあったのにという思いがこの被爆の問題と一緒になって眠られない日もあります。20ミリシーベルトがいいとか100ミリシーベルトがいいとかっていう話を受けるとそれは受けたことのない被爆をしたことのない人からそういう言葉が出ます。なぜこの方たちはこのような惨めな思いを知ることもなく勝手に数字を言うんだろうとそういう思いでずっと来ました。で朝日新聞に米国版のスピーディーの公表がされてなかった事実が出てなお憤りを感じました。本当に我々を本当に思ってくれてんだろうかという思いであります。28日平岡
次長さんが謝罪に来られましたけれども、その眼差しは大変厳しいものがあって、深く反省はしているようには、本人は申されておりましたけれども、私はまだ足らないなと。謝罪っていうのはもっと違うんじゃないかという思いで、彼の言動を聞いておりました。従いまして、こういう情報がもしスムーズに出ていれば、逃げる方向を変えていました。私は住民の生命を守らなければならない立場なんです。誰よりも住民を守らなければならない立場なんです。この思いがあって、何ミリだからいいとか何とかって今言われると本当に腹が立ちます。この情報隠しは私は本当に納得しません。できません。以上です。森君。ありがとうございました。野田総理の先ほどの立地補助金のことにしても、今の放射能の持続地隠しの検証してなかったことについても、福島の再生なくして日本の再生なしという言葉を今や空証文だったと断ずらざるを得ません。私たちは、野田総理はあの福島の再生なしで福島県を、県民を喜ばせておいて一番罪作りですよ。福島県を見殺しにしたと断じざるを得ない。もう復興なんてできっこないと思います。あなたの元だな。今すぐやめてほしい。 そのことを申し上げて質問を終わります。以上で森雅子君の質疑は終了いたしました。次に渡辺